よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか？それはラングリッサ。貴様は何者だ？ニコリスではないな。私はナーギャと申します。お見知りおきよ。ニコリス様よりあなたたちを丁重にもてなすように言われておりましてね。もてなすときたか。なんだ、酒でも出してくれるってのか？いえいえ、それよりももっといいものですよ。いでよ。王子、闇の軍勢です。そうです、これこそが我々の手下。忌々しいこの剣で封じられていた闇の者たちなのです。おかげでこうして封印を完全に解くこともできましたよ。恐れていたことが現実になったか。さて、それでは盛大にもてなしてあげましょうか。かの者の剣となれ。これ以上好きにやらせはしない。行くぞ。畳みかける。これでどうだ。てっ、みなぎってきたぜ。私の役目は王子を守ること。負けられぬ。そんなところにいていいのですか？増援か。このままでは囲まれてしまいます。させ、周囲の魔物を突破するんだ。さて、どう料理してやりましょうかね。バルディアの奴らなど皆殺しだ。民間人が。しつこいですわね。あの人、帝国兵に追われてます。このままだと状況は分からないが、助けるぞ。魔物たちを倒さなければラングリッサーを取り返せません。分かっている。何としても奴までたどり着くぞ。
そこで、はあ、ターン。この私に勝てると思うなよ。いや、いくにつもらってこないわ。闘技の渦よ、巻き起これ。やあ、
者の傷を癒したまえ。雷光の矢、金だて。こんなことに。これ以上は付き合っていられませんね。さらばです。Yeah!
の胸だ。ここは通してもらう。これでどうだ。てやよし、ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。ああ、そうだな。しかし、あの娘助けられなかったな。仕方ありません、あの状況ですから。王子、我々が闇の軍勢に屈すればあのような犠牲がもっと多く出ることになるのです。そうだな。私はラングリッサを持つ者として闇の軍勢を再び封印せねばならない。ご立派な心がけです、王子。ありがとう。ところでクリスの姿が見えないが。お探しの娘はここにおりますよ。貴様、いつの間に。先ほど逃げたはず。いいえ、手ぶらで帰ったら私がボーゼル様に叱られてしまいます。なのでこうして手土産を持って帰ろうと思いましてね。貴様、クリスに何かあったら許さんぞ。おお、怖い。そうですね、それならこうしましょう。あなたがたった一人で私どもの元までこの娘を迎えに来るなら無傷で解放しますよ。ふざけるな。そんな条件認めるか。王子は我がバルディアの旗頭、それに一人で来いなどと、よくそんなふざけた提案ができるな。それじゃあこうしましょう。一人で来てくれるというなら、あなた自身にも危害は加えません。無傷のまま二人とも解放すると約束しましょう。それでも来れないとおっしゃるなら、残念ながらこの娘は闇の供物にでもなってもらいましょうかね。考える時間をくれ。王子、いけません。いいでしょう、それでは。野鳥へ、必ず捕まえるんだ。一日でも早く平和を取り戻さねば。貴様が闇の王か。そうだ、歓迎しよう。光の末裔よ、我が名はボーゼル。クリスはどこだ。焦らなくても、先の娘ならこの町で過ごしてもらっている。レヴィンと言ったな。この町をどう思う。この町、いや、普通の町に魔物と人が共存している。ここにいる人間は皆お前たちバルディアや帝国で虐げられ居場所をなくした者たち。その者たちがこうして暮らしている。魔物は人を襲うはずだ。それがどうしてこんな風に。襲わんさ、私がいるのだから。魔物がどうして闇の軍勢と呼ばれるか、それは魔物にも規律があり、それを守ることができるからこそ軍勢足りえるのだ。魔物の規律が。考えたことはなかったか。だが事実は事実だ。目の前にあるものを否定しても始まらない。さて、話は以上だ。娘を連れていつでも去るがいい。本当に私たちを解放するというのか。ならばどうしてここまで連れてきた。
我々の真実をお前たちにも見せたかっただけだ。他意はない。ボーゼル様、敵の軍勢が迫っております。嗅ぎつけられたか。出るぞ。人と魔物が共存している。本当にこんな場所が。いや、今はいい。クリスを連れて戻らねば。魔物の町だ。魔物の町を発見したぞ。攻め落とせ。あれはバルディア軍。私が止めれば。クリス、無事でいてくれ。魔物の町など滅ぼしてしまえ。これで終わりだ。の味方をするのか。ここの町の人々も魔物たちもただ静かに暮らしているだけなんです。ただ静かに暮らしているだけだ。よくそんなたわごとが。魔物の味方をするならお前も敵だ。レディ様ならこんなこと許すわけありません。魔物の味方風情が我々の主を語るか。構わん、殺せ。撃ち取ったぞ。クリス、しっかりしろ。クリス、レディン様、ご無事でしたか。レディン様、最後にお会いできてよかった。
の民のやることだと思うのか。レディン様、その者は魔物をかばったのです。すでに闇に洗脳されていたのでしょう。闇の者を相手に躊躇などしていられません。ならば私も躊躇など捨てよう。おお、レディン様、さすが我らが主。次は誰だ。クリスを殺した者たち、貴様ら皆殺しにしてくれる。町がやられたか。別動隊がいたようです。オーゼル様、どうしますか。どうもこうもないでしょう。皆殺しですよね。そうだな。不尊な人間どもに我々が何者か思い出させてやろう。ところでボーゼル様、レディンはどうしますか。どうやら同士討ちをしているようですが。一緒に片付けては。いや、救い出せ。私はもう一度話をしてみたい。御意。一人たりとも逃がさん。町を滅ぼした報い、その身に刻むがいい。ボーゼル様に従います。殺しますよ。あれは魔物が化けている偽物だ。騙されるな。本物のレディン様はここにはいない。あの偽物を討ち取るんだ。クリスの皆の痛みを思い知れ。もらった。その者、亡くなったのか。町の者と共に弔おう。クリスは誰よりも優しい娘だった。そのようだな。囚われの身でありながら町の者とも馴染んでいたようだ。虐げられてきた者たちが心を開くほどに。そのクリスがなぜ死んだ。なぜ殺された。誰だ。誰を私は憎めばいいのだ。ならば私を憎め。私がここに連れてこなければその娘は死なずに済んだのだ。ボーゼル。ボーゼル様。手を出すな。そうだ、私こそが元凶だ。貴様ら光の者にとってはな。
なぜ、なぜお前が闇の王なのだ。光の民は人を殺し、闇へと全て押し付けていたというのに、なぜお前はそうしない。バルディアのせいだと一言も口にしない。我が闇の王たるものだからだ。お前もそうだろう、レディン。王か。もう私は王ではない。その資格をなくした。ならばどうする。その娘の藻に服すか、それとも流浪の身となるか。一つだけ聞かせてくれ。お前の目的は何だ、ボーゼル。すべてを闇の名のもとに覆い尽くし、誰も虐げられない世界を作ることだ。人も魔物も平等であるべき、そう思っている。戦いがあってもいい、争いがあってもいい。だがそれは一方的に何者かが何者かを虐げることであってはならない。平和ではないのか。平和など意味がない。しかし理不尽な虐げは違う。人も魔物も己の存在をかけ平等に争い生き抜くことこそが混沌の理想なのだ。その理想、私にも手伝わせてくれ。それが実現すれば、もうクリスが殺されるようなことは起こらないのだろう。そうだな。一方的な力による蹂躙などは許さんさ。本当にいいのか。ラングリッサーの持ち手が手伝ってくれるというなら良好だが。ああ、私は闇の軍勢に参加する。一日でも早く平和を取り戻さねば。レディ、敵が来たぞ。ああ、見えている。バルディア軍にダルシスも協力しているようだ。戦えるのか。愚問だ。今の私は闇の将。敵がかつての仲間であっても関係はない。心強いな、やはり。お前を見込んで頼みがある。この軍の指揮を任せたい。お前が総司令官だ。私は闇の王者ではある。だが相手がバルディアとダルシスの連合軍であれば、指揮官はお前の方が適任だろう。我々を勝利に導いてくれ、レディ。分かった、任されよ。私は闇の軍勢の将、レディ。殺しますよ。ボーゼル様に従います。我こそは闇の王子、ボーゼルなり。おい、どういうことだ。レディンが敵に回ったというのか。闇に洗脳されてしまったのかもしれません。王子と戦わなくてはならないなんて。くそ、多少の傷は仕方ない。なんとか生け捕りにすると。私に続け。生かしては返さない。ナームか、今すぐ兵を引くつもりはないか。どうしてです。私が闇の将となったからだ。引くつもりがないなら、私はこのままお前たちと戦わなくてはならない。戦うって、王子、正気ですか。ああ、私は自分の意志で
ボーゼルに協力することにした。操られているわけではないというのですね。もちろんだ。おい、ディゴス陛下の時のことを思い出せ。本人に操られている意識がないだけだ。有無を言わせず倒してから正気に戻せばいいんだ。そうね。王子、必ず元に戻します。どうして王子が闇なんかに。王子、厄介なことになってるね。邪魔な奴は倒して通るぜ。くたばりやがれ。やっ、じゃあ、王子を助け出さないとな。戦うのならば容赦はしない。己の無力さを思い知らせる。こんな奴らに俺がやられるなんてよ。なぎゃ、レディンまで洗脳するとは。洗脳などしておりませんよ。あれは本人の意思で我々に味方してくれているのです。そんなはずがあるか。貴様を倒してレディンを取り戻してやる。それができればいいですね。しかし現実というのは時に予想よりも過酷にできているのですよ。私の敵ではなくて。私が負けるのか。王子、今参ります。邪魔はさせないわ。やるわね。気が増している。王子。
俺たちバルニアを甘く見るなよ。お前とは期待かせに違う。闇の力よ、死になさい。クリスが死んだ。バルディアの兵によって。だから、復讐をしようと？それだけではない。バルディアが攻めた町は、魔物と人間が共存していた。私は、その姿こそ、我々が住むべき未来だと思うのだ。そんなわけありません！目を覚ましてください！魔物と仲良くしろってことですかい？そりゃ、無理ってもんですよ。そうか。ナーギャン。お呼びでございますか、レディン様。任せる。我々の兵に仕立て上げろ。ふざけるな、レディン。貴様、自分が何を言っているのか分かっているのか。ああ、
承知している。あとは任せた。貴様見下げ果てたぞ。いつか必ずその首もらい受ける。覚えておけ。これがラングリッサを持つ者の力だ。やはりか。見張りがいる。この道が知られたか。この洞窟は大陸に通じているのか。ああ、ここが唯一の道だ。回路は別だがな。だからこそこの洞窟は死守せねばならぬ。分かった。迅速に制圧しよう。頼んだぞレディ。敵だ。闇の軍勢がこの洞窟を取り戻しに来たぞ。急ぎ援軍を呼ぶんだ。了解です。援軍を呼ぼうとしているな。伝令を逃がせば援軍がやってくるぞ。ならばその前に倒してしまえばいい。全軍伝令部隊を撃破せよ。私は闇の軍勢の将レディン。ご命令くださいレディン様。攻撃を仕掛けます。痛い目に遭いますよ。ご命令くださいレディン様。攻撃を仕掛けます。くたばりやがれ。ご命令くださいレディン様。攻撃を仕掛けます。女だからって甘く見ない方がいいわ。おぐら。よし、その調子だ。ご命令くださいレディン様。殺しますよ。我こそは闇の王子ボーゼルなり。ボーゼル様に従います。行くぞ。そこだ。ああ
他にもいるぞ。逃がすなよ。再びやがれ。そこだ。えあと少しだ。倒しきれ。これで伝令は全て倒した。あとは残敵を殲滅するぞ。洞窟を確保できたな。ああ。だがこの洞窟は一度封鎖しよう。我々が引けばまた敵に確保されてしまう。不毛な戦いを続けるより一度封鎖して体制を立て直したい。わかった。ならばそうしよう。ボーゼル様！どうした、ニコリス。部下からの報告です。我らがベルゼリアの大陸沖に大船団が見えると。なんだと？これがラングリッサを持つ者の力だ。こちらは頼んだぞ。ああ、任せてくれ。そっちもしくじるなよ。誰に言っている。ニコリスとナーギャは連れて行くが、本当に大丈夫だ。ああ、こちらはこちらで手ごまはある。気にしないでくれ。わかった。ならば、ブーンを祈る。レリン様、敵船団が上陸を開始したようです。わかった。こちらも出るぞ。奴らを排除する。了解いたしました。俺は王子。間違いであってくれればと思いましたが、報告が正しかったようですね。まさか闇に洗脳されてしまうと。だから一人で行かせるなど反対だったのだ。私も同じですよ。しかしどうやら先の戦いで行方不明になった者たちも洗脳を受けて操られているようですね。なんとか目を覚ますことができればいいが。なんとかやってみましょう。敵が誰であろうとも私は戦う。ご命令ください、レディ様。ご命令ください、レディ様。ご命令ください、レディン様。ご命令ください、レディン様。王子、正気にお戻りくだされ。あいにくと、私は正気だ、アルバート。そんなはずはありません。このアルバート、王子のことなら幼少より存じ上げております。ならばその目で見てみるがいい。私が正気を失っているかどうか。今の私は闇の軍勢の将だ。たとえお前たちといえども容赦はしない。アルバート殿、どう思われます？残念ながら正気に見える。王子に一体何が起こってしまったのか。亡きイルザック様のためにも王子を取り戻す。
ホーン、何をしている？ホーキング公。はい、レディン様の命に従っております。目を覚ませ、そちらは闇の軍勢だぞ。お前は洗脳されているんだ。闇の、一体何を？お前は誰に仕えている？我々の故郷サルラスのことを思い出せ。サルラス、そうだ、私、いや、俺はサルラスのソーンだ。洗脳が解けたか。なげめ、半端な術を。てめえら、これより俺たちはホーキング校の元に戻るぞ。敵を間違えるなよ。この俺を洗脳するだなんて許せねえ。俺とやろうってのか。誰であろうと邪魔はさせん。今は引くぞ。王子、いや、レディン、ホーキング公を殺しただ。ああ、そうだな、覚えていろ。必ずホーキング公の仇を取ってくれる。どうして我々は争わねばならなかったのかな、アルバート、ホーキング。だが、それでも私は闇のボーゼルの理想を支持したい。すまないな、至らぬ王子で。私自身の手で終わらせる。
そう決めたのだ。後手後手に回っているな、我々は。ボーゼル様、この神殿にも侵入者、どうぞお逃げを。直接私の命を狙ってきたか、面白い。ここで殺されるなら私もそれまでの男だったということだ。ボーゼル様、しかしそれではいいのだ、もちろん死ぬつもりなどないがな。さあ侵入者を盛大に出迎えるとしよう。ボーゼル、無事か？レディンか。この通り問題はない。まさか暗殺者を送り込んでくるとは。すぐに迎撃する。無理はするなよ、レディン。刺客などと卑怯な真似を。面白い。かかってくるがいい。ボーゼル様に従います。人の家に土足で上がるような真似を。なんだ、手応えに欠ける。まさか。貴様らはおとりか。我らは任務を遂行するのに。任務を果たす。はっはっ。やるな。我々の邪魔をする者には死を。せいぜい抵抗してくださいね。
オーゼル、覚悟。惜しかったな。あと少し踏み込めていれば、その刃我が心臓に届いただろうに。我任務成就せり。死んだか。任務の達成を夢に見て死ぬとはな。私の手にかかって死ねることを栄誉に思え。あの者は目的を遂げていたか。見事だ、ボーゼル。ニコリス、毒を何とかできないのか。無茶です、レディン殿。毒の種類もわからないでは。構わん、これも我の運命だろう。こ
混沌の幕開けにはふさわしい。しかし心残りもある。わかっている。虐げられない世界、私が実現してやる。ならばよい。まさか光の末裔にラングリッサーの主にこのようなことを頼むとわからないものだ。本当に面白い。ボーゼル、ボーゼル、ボーゼル様が、そんな、どうするんですか、ニコリス様。まさかボーゼル様が敵の死角に殺されてしまうなんて。えい、黙りなきゃ。貴様がしっかり身辺を警護していれば。ボーゼル、安らかに眠れ。聞け、ニコリス、ナギャ、そして闇の者たちよ。レディン殿、私はボーゼルの意志を継ぐ。我についてくるのだ。これがラングリッサーを持つ者の力だ。来ました、バルディア、ダルシスの連合軍です。そうか、出るぞ。御意。その前に、我が闇の軍勢の前にその姿をお見せください。分かっている。聞こえるか、我が闇の者たちよ。我が名はボーゼル、闇の王子にして闇の一族の王者たる者。今憎き人間たちが我々を脅かしている。そう、我々は歴史の裏で長い間虐げられてきた。しかしそれも今日までだ。迫る敵を殲滅し、我はここに闇の王国の建国を宣言する。そこは我々のための国だ。虐げず、虐げられない我々の理想郷。その実現はすぐそこまで来ている。だから戦え。その爪で、その牙で敵を引き裂き食らうのだ。我らが理想の実現のために。我が名はボーゼル、かかってくるがよい。ご命令ください、レディンさん。ご命令ください、レディン様。私は何があろうともボーゼル様に従います。ご命令ください、レディン様。ボーゼル様がいる限り闇の軍勢は安泰です。魔物風情が生意気なことを言いやがる。ソーン殿、攻撃の準備が整いました。よし、なら一気に攻め落とせ。魔物どもを根絶やしにするんだ。はっ。ホーキング公、仇は必ず。ホーキング公の仇だ。くらえ。お前とは期待かけ。
星々に。成長を実感しますね。闇の軍勢の長の力、見せてくれる。己の無力さを思い出す。間に合ったようですね。そうだね、ランス隊も参戦するよ。ええ、行きましょう。僕も行きます。負けるわけにはいかない。なんだ、はっ、これに耐えられるか。このたとえランス様がいなくても、ランス隊の名に恥じぬよう戦います。内功の刃、突き受け。天空を巡る星々。仕掛けます。思い通りにはさせない。そこだ、そこだ。戦います。
闘気の渦巻き起こる。ランス様、申し訳ありません。先行よ、ほとばしる。が増している。攻撃を仕掛けます。くたばりやがれ。手加減はできないぜ。また強くなっちまったな。ランス様、やっぱりあなたがいないと。はい、我々の勝利です。そうか、よし、このベルゼリアから大陸の者どもを完全に追い払うのだ。この地を我々の国とし、闇の名のもとに理想郷を作り上げる。はっ、ボーゼル様。はい、御意にございます。ボーゼル、世界すべてとはいかないが、これでお前の理想の一部は叶えることができただろうか。己の無力さを思い知らせてやる。だからって甘く見ない方がいいわよ。甘く見ると痛い目に遭いますよ。やりやがれ。
なたの相手はもう飽きました。闇の世界は素晴らしいぞ。